はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、免許の有効期間と更新についてお伝えいたします。これはもう図を使った方が分かりやすいので、図を見ながら解説させていただきます。まず免許の有効期間っていうのは、免許交付してもらってから5年間です。5年間有効です。5年間有効。で、更新はいつ行わなければいけないのかというと、免許を受けてから5年後、これが満了日ですよね。免許の有効期間の満了日の90日前から30日前までの間に免許の更新の申請をしてくださいっていうことなんですね。で、申請をしてすぐに、新しい免許交付されればいいんですけども、そうじゃない場合もあるんですね。満了日を過ぎてその後に新しい免許が交付されるといった場合もあるんですよ。で、その場合どうなるかっていうと、この期間、満了日が過ぎてから新しい免許が来るまでの間、この間っていうのは、こちらの昔の免許が引き続き有効となります。で、新しい免許が来ますよね。新しい免許を受けました。新しい免許の有効期間でどうなるかっていうと、この満了日の翌日から5年間ですよと。これが新しい免許の有効期間です。ここまで OK でしょうか？もう一度言いますね。まず、免許を受けてから5年間は有効期間ですよね。で、有効期間の満了日の90日前から30日前までの間に免許の更新の申請をしてくださいよってことです。で、満了日を過ぎても新しい免許の交付まだ受けていないっていう場合は、昔の免許が引き続き有効となりますよ。で、新しい免許を交付されました。そしたら新しい免許の有効期間っていうのは、この昔の免許の満了日の翌日から5年間となるんだよということになります。で、注意していただきたいことがあって、それは何かというと、業務停止期間中であったとしても更新の申請はできるんですね。で、これもしできなかったらどうなるかっていうと、たまたまこの更新申請期間中に業務停止処分を受けただけで更新ができないっていうふうなことになっちゃうわけですね。つまり、業務停止処分を受けた時期によって、更新できる場合と更新できない場合が出てくると。そうすると不公平ですよね。なので、業務停止期間中であったとしても、更新の申請は可能ですよと。ここの期間中が業務停止処分期間中であったとしても、更新の申請自体はできますよと。いうことは注意しておきましょう。まあ、この部分よく試験でも出るところなんで、今お伝えしたもう全ての内容、重要です。復習しながら頭に入れていただければと思います。そして最後にお知らせです。試験まで約3ヶ月。そろそろ実力はついてきていますでしょうか？実際弊社の受講師さんは、すでに模試を行っていただいて、コンスタントに40点前後取っていただいている方もいらっしゃいます。勉強の仕方を間違えなければ、宅建試験は4ヶ月あれば一発で合格できます。弊社の受講師さんの中でも、中卒で元とび職、法律知識が全くゼロ。この方は7月中旬から受講していただいて、たった3ヶ月で一発合格しました。この方でも3ヶ月で1回で合格できる資格なんで、あなたも今年合格できます。勉強始めたはいいけれども、なかなか理解できない、解けない問題がたくさんある、今年合格できるか不安、でも絶対今年合格したい、もしあなたがそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座はおすすめです。理解すべき内容は解説に書いてあります。具体例、考え方、関連ポイント、一緒に解説に書いてあります。分かりづらい部分も分かりやすく噛み砕いて解説してあります。もしそれでも分からない場合は、直接私にご質問いただければ解説させていただきます。今からでも今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。